はいそれでは今回は同名詞を使った慣用表現について勉強していきたいと思いますまず覚えてほしい慣用表現はこの7つですもちろん他にもたくさんの慣用表現というのはありますがよく出てくるのはこちらの7つなので今回はこの7つに注目してそれぞれ説明していきますまずはハーバート〇にイングの形から ハーバード同名詞で「〜何々しませんか?」や「〜何々してはいかがですか?」というふうに訳すことができます。〜何々しませんかというふうに訳す場合に関しては相手を誘っている時ですね。で〜何々してはいかがですかというふうに訳す時に関しては相手にアドバイスをしている時などに 何か物事を提案するときに使います例えばハーバーテ e they eating d i n n e だと一緒に夕食を食べませんかというふうに訳すことができますこの何々しませんかというふうに訳す時は何かに言い換えることができましたよねそうですね Shall we? の形ですね シャルウィーも「〜しましょうか」つまり「〜しませんか」というふうに訳すことができましたよね。なのでこのハーバート同名詞で「〜しませんか」というふうに相手を勧誘する意味で使っている時に関しては「シャルウィー」で言い換えることができます。また この how about〜というのは同名詞に限らず通常の名詞でも使うことができます how about 名詞の形では〜何々してはいかがですかという訳のみになります how about 名詞の形では〜何々はいかがですかという訳のみになります例えばテストが終わって全く テスト解けなかったよあなたはどうだったというふうに聞きたい時に関しては「How About You」というふうに聞くことができますそうすることで「あなたはいかがですか?」あなたはどうだったというふうに訳すことができるんですねなのでこの「How About」に関しては後ろに名詞が来る場合は「〜何々はいかがですか?」というふうに訳しますが 後ろに同名詞が来る場合に関しては「何々してはいかがですか?」の訳のほかに「何々しませんか?」という勧誘の意味で使われることもあるので合わせて覚えてもらったらいいかなと思います。では次にいうの形ですね。これはよく中学校の頃から使われる公文なので 丸暗記していいいる人も多いかなと思います。一応元の意味を言っておくと LookForwardTo で先のことに向かって目線が行っているようなイメージですね。日本語でも何々するのを楽しみにしているというのと同じ表現で 例首を長くしてて待っているという表現がありますがこれも似たような感じで楽しみすぎて目線がそっちに行ってしまう意識が向こうに飛んでしまうというような意味合いから転じて何々するのを楽しみにしているという意味になりましたですのでここでの「to というのはどこどこ「え」という 意味の前置詞なので後ろには必ず名詞が来ます。なので後ろに動詞が来たい場合に関しては動詞をそのまま置くことができないので名詞化して同名詞が来るというわけです。また「何々するのを楽しみにしている」というふうに使われることが多いので、まあ、このまま丸暗記してしまってもいいんですが もちろん「look for to」名詞だけでも何々を楽しみにするという意味があります例えば「I am looking forward to seeing you」だと「あなたにお会いできるのを楽しみにしています」というふうに訳すことができますこれはよく手紙の最後の締めくくりの文や別れ際に使われることが多いです 誰かと別れる時なのに再び会えることを楽しみにしているよというふうに言う場合「I am looking forward to seeing you again」というふうに言われたりします。では次に「be, be used to doing」ですね。これは「何々することに慣れている」と訳すことができます。 例えば、I am used to eating dinner alone だと、私は一人で夕食を食べるのに慣れているというふうに訳すことができます。ここで注意が必要なのが、助動詞の used to、よく〜何々したものだと混乱しないようにしてください。 文法的に考えると全く違うのでどのように見分けるかそれぞれ説明していきます例えば助動詞の「u s e to が使われる時はこれは助動詞なのでそのあとに来るのは動詞の原型ですで訳し方はよく〜したものだというふうに訳します 例えば I used to smoke だと私はかつてタバコを吸っていた私はよくタバコを吸ったものだというふうに訳すことができますでこれは現在と比較して過去のことを話す時に使いますそれに対して be used to doing の形は何が違うかというと、まずこの used というのは慣れているという意味の形容詞なんですね。なので主語の後にそのまま形容詞を置くということができないので、まず絶対に be 動詞がその前にきます。 で、その後ろの「トゥ」はこれは前置詞なので後に名詞がきます。さっきの「ユース・トゥ」の「トゥ」は不定詞の「トゥ」なのでユース・ト、ま、ゥ、あ、2つ合わせて助動詞だからというふうに覚えてしまってもいいんですが。 もう少し組み立てを考えると、助動詞の use to の to は不定詞なんですね。なので後ろに絶対に動詞の原型がきます。それに対してこの be used to doing は、この to はそもそも前置詞なので、後に絶対に名詞がきます。なので後にもし動詞を置きたいときは、同名詞化してあげて、何々 ing にしているというわけですね。 で、訳し方は、〜何々することに慣れているというふうに訳します。例えば、I am used to eating dinner alone だと、まずこの文を見たときに、used to の前に B e 動詞があります。この段階で、もうさっきの助動詞ではありえないですよね。 もしこの「u s e to」が助動詞だとすると動詞の前に置かないといけないので「I used to be」というふうになるはずですよね。ただここでは「b」動詞が「u s e to」の前に置かれているのであこれは何々することに慣れていると訳す方だなとわかるかと思います。 また to 以降を見てあげても一目瞭然ですね to 以降がイーティングの形になっているのでこれは同名詞だと分かりますなのでこの to は不定詞の to ではなくて前置詞の to だと分かりますねこの形で前置詞の to を用いるものは何々することに慣れていると訳すんでした なのでここでは私は一人で夕食をとるのに慣れているというふうに訳しますでは次に Be worth doing の形ですねこれは何々する価値があるというふうに訳すことができますでこれはもうそ本当にそのまま 丸暗記してもらってもいいんですがま一応なぜこのワースという形容詞の後に動名詞が来るのかだけ説明しますまずこのワースというのは現在では形容詞というふうにされているんですが元々は前置詞だったんですねなので後ろには名詞が来るので 動詞を置きたい場合は同名詞化してあげてこのように Be Worth Doing になります。またこれは余談ですが w a r t h の後ろに前置詞は絶対に来ないんですよ。 これもなぜかというふうに考えるとバースがもともと前置詞だったということを踏まえると前前置置詞詞のの後に前置詞というのは来ないですよね。なのでそこから考えるとバースの後ろに絶対に前置詞が来ないということとバースの後に名詞が来るということに納得がいくかと思います。 例えば「The book is worth reading」だとこの本は読む価値があるというふうに訳すことができます。では次に「CannotHelpDoing」の形ですね。これは「何々せずにはいられない」と訳すことができます。でこれもそのまま丸暗記してもらったらいいんですが一応なぜ「CannotHelpDoing」で何々せずに いられなもともとヘルプは避けるとか取り除くというふうな意味だったんですね。でそこから転じて困難を取り除くという意味から今の助けるという意味になったんですよ。 なので、ここの cannot help doing は、〜を避けることができない、取り除くことができない、ということから転じて〜何々せずにはいられないという訳になりました。例えば、I cannot help crying で、私は泣かずにはいられないというふうに訳します。では次に、 it is、no、use doing use no の形これは何々しても無駄であると訳しますこれも念のためになぜこのような役になるのかだけ説明すると「use」は名詞では役に立つこと目的という意味になりますまたこれは余談ですが動詞だったら「use」は「use」というふうに 濁った発音をするんですが名詞ではユースという,ふうに発音しますなのでよく使われる有益なとか役に立つという意味の「ユースフォー」という単語はなぜそのような意味になったのかというとまず「ユース」「役に立つこと」というのが「フル」でいっぱいである。 ということから転じて今の役に立つ有益なの意味になりましたでこの it is の、no、use doing に戻るとここでの it というのは形式主語なので doing というのがこの文全体の主語になりますなので ーングがノユースつまり役に立つことがないというふうに言っているので何々しても無駄であるという訳になるんですね。例えば「It is no use teaching him」だと彼に教えても無駄であるというふうに訳します。 では次に主語プリベント、目的語 FromDoing の形これは S は O が〜しないようにする S のせいで O は〜できないと訳すことができますでこれも一応なぜこうなったのかだけ説明するとまずプリベント。 は何,何,何々を妨げるという意味ですねで「from」は「何々から」という意味なのでまずこの prevent a from 何々で「王」を「何々から妨げる」という訳になりますねでそれを 言い換えるとつまり S が O を〜から妨げるので S は O が〜しないようにするというふうに言い換えることもできますよね。でそこからさらに発展させると O が〜するのを妨げる原因なので O のせいで S が〜 ないないするのを妨げる原因なので、それを言い換えると、S のせいで O はないないできないというふうに訳すことができます。例えば、次の例文。The bad weather prevented me from going out yesterday だと、悪天候は 昨日私が外出ししないようにした。つまり悪天候のせいで私は昨日外出できなかったというふうに言い換えることができますねでは最後にまとめますまず覚えてほしい 慣用表現として、こちらの7つがありました。まず、h o w a b o u t d o i n g で、〜してはどうですか?〜何々しませんかと訳しましたね。で、be looking forward to doing で、〜何々するのを楽しみにしているという意味でした。で、be used to doing では、この used というのは、慣れているという意味の形容詞でしたね。 そこから、何々するのに慣れているというふうに訳しました。また、be worth doing で何々する価値があるという意味でしたね。で、次の cannothape doing では何々せざるを得ないというふうに訳しました。その次の it is no use doing は この「ユース」は役に立つことという意味の名詞なのでそこから転じて何々しても無駄だという意味でしたまた最後の「S prevent o from doing」では「S が O を何々から妨げる」という意味から転じて「 S, S. のせいで O. はないないできないというふうに訳すんでしたね。では、今回は。動名詞の慣用表現について勉強しました。お疲れ様でした。